それいいよね。うんうん。それ、その大きさがベストな気がするんだよね。あのロゴは。さっきのあのフーディーのロゴはちょっと大きい気がする。うん、ちょっと大きい気がする。うん。ちょっと自己主張しすぎかなみたいな。まあ、ちょっとはどうかな。まあ、これぐらい一緒やと思うんですよね。うん。もうさ、大きさ決めたから、うん、固定したから、このフーディーもその大きさでやればいいんだよね。皆さんこれどうですかね。もうちょっと待って。はい、はい、これもうちょっと緑が濃い方がいいのかがいいってみんな言ってた、うちの嫁とかは。でもそれ可愛いって言ってたね。でもなんか言って背景白やから、うん、僕はもうこれはこれでさっぱりしていいかなって思うんですよね。だって言ったらこの色につけてほしい。言ったら僕が今着てるパーカーの色。そうだね。うん、ちょっと明るいけど、でその緑っていう デフィニションっていうか、その緑もさ、俺らが使う緑って完全に決めちゃうっていう方法もあるよね。うん、うん、もういいけどな。うん、俺好きだけど、ただちょっと緑がもっと濃い方がいいっていう意見もあった。まあ、うん、濃くてもいいっていう感じですね。うん、これでもいいっていう。で続いて今デザインがね、はい、2つあったじゃん、はい、ロゴとそのツリーのやつ、はい、あともう一つこれはね、いや逆だよ。逆だよ。真っ黒でした。真っ黒だよ。見えないもん、初めて見るもんね今日ね。うん、でそれがね、何を映してるかっていうと、これが今の氷河の状態、うん、昔はこんな大きかった、うん、でこれ全部表してるんだけど、これはね本当にねマニアックな人は欲しいんじゃないかなと思う、ね、いやこれね結構いい、うん、僕この間行ったんですよ。そうだね、だからなおよし、浅バスカ氷河は昔そんなだったけど今こんなちっちゃくなったっていう。で、そこはマウントロブソンってカナディアンロッキーで一番高い山のところにある氷河なのね、これ。うん、でその氷河がどんどんなくなっていくっていうのを。いやこれもうあからさまですもんね。そうそう、メッセージ色がすごい濃いっていう。まあ、うん、でこれなんかさ、友達と言って、まあ人のこの T シャツ何なのなんて指摘する人って少ないけど、まあちょっとね、何この T シャツって言われた時に何て言ったろう、地球ってこんなに暖かくなってるんだよって、うんうん、説明ね、具体的に説明できるんで俺はいいと思うんだけど、目で見てわかるもんね。ちょっとメッセージ色が濃いけどね。まあでもちょっと一回着てみましょう、うん、はいはい。でこれはどこだっけな、ジルなんじゃなくてそのコットンでもすごい目が細いコットンで作られていて、もうほんとジルダンっていうか、ジルダンの悪口になっちゃうからだけど、このヘビーコットンってのは本当に穴が開きやすいんだよね。まあそれは言ってる意味はわかる。うん、穴がなんか引っ掛けたらすごい穴開くな。うん、なんだろう、なんでだろうね、ヘビーコットンのが1個やっちゃうとダメージでかいんだろうね。うん、これ細い糸がいっぱい伸びひんから、うん、テクノロジー的にはやっぱそっちの方が大きいっていうか、うん、進んでるから。着た感じで言うと、うん、これはありでしょ。それヘビーコットンじゃないもんだって、さっきから好きだって言ってるやつだから、ヘビーコットンじゃないから。うんでこれ確かに目いくよね、これ何って、うん、何乗ってんのやろって、うん、特にカナディアンロッキーに来たことある人は、うん、これと浅バスカ氷河っていうのはさ、カナディアンロッキーのここにね雪上車っていうのが通ってて、でもメイさんこれもうちょっとやっぱ下にしましょう。あ、これをもうちょっと下にするの。今ちょっとこうやって触ったじゃないですか。ああこれまあ男やからいいんですけど、これ女性やった場合で、うん、触ったらセクハラですからね。うん、こうやって触ったらセクハラになるから。触ってねえでしょ。もうちょっと下の方うん、ここやったらセクハラになるんで。いや触るときの話、触るときの話してんの。そうバカじゃないのマジで。ありがとう、おじさんに犯罪を防いでくれて。